株式会社 DNA 川崎ブレイブサンダース代表取締役社長の元澤でございます。グローバルトップパートナーとして株式会社三つ豊様ユニフォームのこのフロント胸の、ど真ん中にですね、三つ豊様のロゴが掲示されることになります。ここにロゴを掲示していただくというだけでなく、そこを起点にですね、さまざまな取り組みを川崎ブレイブサンダースと、三つ豊様で行っていきたいというパートナーシップの内容になっております。また、東芝様についても一言、お話をさせていただきたいなと思っております。2018年、2年前にですね、承継をしたタイミングでは、当初東芝様としてはその時点でこのユニフォームスポンサーからは、外れて別のスポンサーをというお話があったんですけれども、東芝様もそこは深いご配慮がありまして、なかなか、すぐに、ユニフォームスポンサーのこの胸に入ってくださる企業は見つからないだろうということで、ふさわしい企業が見つかるまでは、東芝がユニフォームのこの胸に残って、クラブを支えるというふうにご配慮をいただいて、実はこの2シーズン東芝というこのロゴを背負ってですね、戦ってまいりました。でこの度、本当に三つ豊様という素晴らしい、企業様と出会うことができまして、今度胸のスポンサーに入っていただくことになりましたという報告に、来まして、東芝さんとしても本当に川崎の地場の企業さんで、グローバル企業で、素晴らしいふさわしい企業が入ったねと、バトンタッチをしていただいたという経緯がございます。この度グローバルトップパートナーになりました株式会社三つ豊の山口秀和と申します。歴史あるチームである川崎ブレイブサンダース様と取り組みができることを大変嬉しく思っております。今回の取り組みは三つ豊としては大きなチャレンジとなります。正直申しますと、コロナ禍の世界経済が思わしくない今、本契約を結ぶことは弊社としては大きな決断でした。しかしながら、このような時期だからこそ、同じ川崎で戦う川崎ブレイブサンダース様と取り組むことで、少しでも地域のためになればと考えております。アジアナンバークラブチームを目指す川崎ブレイブサンダース様と、川崎から世界を目指す三つ豊が地域の元気にしていきたいと思っております。まさに川崎から世界で活躍している三つ豊様とグローバルトップパートナーとして一緒に戦っていけることをすごく嬉しく思いますし、今からワクワクしています。歴史を築いてくださっている東芝様いますが、今後もスポンサーとして我々と一緒に戦ってくださるということを伺っていますので、一緒に歴史をこれからも刻んでいきたいという思いです。まず、このコロナの大変な状況の中、ユニフォームの、スポンサー枠すべて、埋まるということを本当に、三つ豊様はじめ、各スポンサーの方々に本当に、感謝を申し上げたいと思います。まずは日本一、目指して、そこから、アジアの挑戦して、アジアでもチャンピオンになれるように、しっかりとみんなの力で戦っていきたいと思います。